どうも皆さんこんにちは。手の逆向けって気になるけどいじった後絶対後悔する霊夢です。コラボの時くらいまともな会話できんのか。ということで今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回モダンウォーシップス実況者さんたちにコラボに誘っていただいたので参加しました。私が参加することはおそらくがオリンピック誘致レベルの盛り上がりがあることでしょう。そんなに盛り上がる要素あるか。まずはコラボ企画の参加者様のご紹介です。今回は黒桜さん、フェイバリットさん、カゲロチャンネルさん、ソレンさん、そして私が参加しています。一人アイコンも名前も雑なチャンネルがいますよ。あと動画投稿者ではありませんがハスト沖島さんが撮影協力してくれています。では皆様からのご挨拶です。よろしくお願いします。頑張ります。張り切っていきましょう。絶対負けません。なんか一人声おかしくなかった。そして私は一戦目はバヤーグに乗っています。防空重視の関係だな。武装は対空ミサイルと対空飛行、そしてロシアのグレランを持ってきました。わかりにくいけどこの編成ふざけてるよね。いいえ、だって真面目にしてます。私はあくまで呼ばれた側、つまりは皆さんの護衛をしろという意味だと思ってますので、招待してくれた人を悪人に仕立て上げるな。別に仕立て上げてるわけでもないですよ。これが実際のプレイ前の会話です。護衛官やります。護衛のために呼んだんだから勘違いするなよ。本来の文章を隠してまで悪人に仕立て上げるな。そういうことなんで開幕急いで護衛に向かってます。黒桜さんはタイプ4に乗ってるから間違いなくヘイトもらってるな。私が下僕型護衛官として空母の空を守ります。確かにお前は下僕が身分相応。防空に関しても射程の広いシーラムにして味方艦もカバーできるようにしてます。本格的に下僕艦が出てきた。黒桜さんの元へ到着。今黒桜さんを狙ってるのはあいつか。今助けてやるぜ。お前マジでふざけんなよ。守りきれませんでした。何やってんだよ。だってヤマトはミサイルとかじゃないしどうしようもないですやん。地方の基準をヤマトの砲弾に当てればいいだけの話だろうが。無茶ぶりがすぎる。護衛対象が沈んだので次の護衛対象を探します。あくまで自分で戦う気はないのね。次の護衛対象を見つけるまでの間にヤマトには攻撃します。オートメラーらの基準を食らい上がれ。ヤマトに基準攻撃はほとんど意味がねえだろ。ヤマトに対する攻撃手段は何一つ持ってないし、かといってヤマトから何かを守ることもできません。ですので果敢にヤマトに挑んでいるフェイバリットさんを無視して逃げます。ふざけんな。もう次こそコラボ企画に呼ばれなさそう。私に近づいてきているドローンを撃墜しました。これが私の仕事ですので。結局自分のことしか守ってねえじゃねえか。自分の身は自分で守るのは当然では。何のための護衛官だよ。今回のマッチング的に強襲空母がいないんですよね。だから実は敵の空は別に脅威ってわけでもありません。そうなると本格的にお前が参加している意味なくない。ってことは私は影に隠れて高みの見物をしててもいいってことかな。戦闘に参加しろ。岩陰に隠れた状態で敵を狙えるポジションを確保しました。ここからガンガン敵を攻撃していこうと思います。護衛官の立ち回りじゃない。もちろん敵の随伴ヘリも狙います。これにて味方の攻撃が通りやすくなり私たちのチームの勝利に近づくわけです。お前はどうしても自分の功績にしたいのか。たとえ負けたとしても私の空を守る任務は確実に遂行してるので戦犯ではありません。本当なんでこいつがコラボに呼ばれたんだ。私のカリスマ性が輝いてるからじゃないですかね。泥団子くらいにしか輝いてなさそう。敵空母が沈没間近ですね。ぶっちゃけ空を守りたいなら母艦を沈めるのが一番いい。対空編成の意味ここに散る。対空編成の本当の意味はただの動画のネタですので。コラボ企画くらい真面目な編成で戦うことはできないのか。敵ジェラルドは沈みましたね。しかし撃沈したのは私ではありませんでした。結局空を守ったのもお前じゃねえじゃねえか。そして見えない位置にいる敵艦からミサイルが飛んできてますね。今私たちが狙われてるけど近くにいるカゲロチャンネルさんも危ないな。ミサイルが怖いので一目散に逃げます。守る気ゼロじゃねえか。いいえ、ここは私がおとりになってミサイルを引きつけてるだけです。よく言えばカッコつくと思うなよ。そしてミサイルだけでなく魚雷も来てますね。めちゃくちゃ狙われててきた。あまりにも狙われててアタッタしてるとフェイバリットさんが助けに来てくれました。護衛艦が守られてちゃダメだろ。私より前にいるし狙いは確から変わらないかな。関節全部は脱臼させるぞ。フェイバリットさん切れてるじゃねえか。マリサ呼び捨ては良くないよ。ちゃんとフェイバリットさんさんって呼ばなきゃ。お前もフェイバリットさんって呼んでただろ。日本人がつい呼び捨てしてしまうトップさんに入るお方だからね。なんだよそのトップさん。もちろん中山筋肉くん、さかなくん、フェイバリットさんのことですよ。コラボ相手好き勝手言いすぎだろ。場面は変わって足柄との接敵です。対空重視の私に足柄のミサイルなんて怖くないですね。その割には弱使ってるじゃねえか。逆に足柄の逆転は防空、つまりは私の地方がよく刺さります。防空関係ねえじゃねえか。実はこの時後ろに敵のズムボルトがいるんですよね。さすがに2隻相手だとまずいので足柄との射線を切ります。ズムボルトと1対1の対決に持ち込んだんだな。でも今回の私の体感火力あまりにも貧弱すぎるんだよね。味方誰か助けに来ないかな。今回の動画でコラボ相手どころか視聴者にも味方がいなくなりそう。お、いいとこに敵航空機が来ましたね。この状況だと確実にヤマトの観測機だな。私の対空能力を見せつけるチャンスが来ました。ヤマトの艦載機を落としても大したアピールにならんだろ。現代艦で対戦機の兵器にマウント取るタイプっていうことがアピールできます。お前は何をアピールしたいんだよ。その後味方の誰かが敵を撃沈してくれて残すはヤマト一隻のみ。誰が何を撃沈したくらいは把握しろ。ここまでの戦い長くて熱かったぜ。カッコつけてるけどお前はずっと何もしてないからね。ここまでの激戦をくぐり抜けてこれたのは私たち三隻だけ。一人雑誌の付録みたいなやついるけどな。付録だってネットで転売できて需要あるしそれならそれでいいかな。お前はそれでいいのか。そして最後ヤマトにとどめを刺してくれて無事勝利しました。本当に最後まで何もしなかった試合を動画に仕上げるな。
2戦目はさすがに真面目な編成にしました。さすがにふざけた編成ばっかりだと迷惑がかかっちゃうからね。ちゃんとしてるアピールしてるけど、この試合以外全部ふざけてたよね。そんなこと動画にしなければバレません。私たちが動画にしなくても他の人が動画にするだろ。その辺は情報統制してるので問題ありません。言論弾圧すな。まずは関西ヘリで索敵県対艦攻撃に向かいます。味方空母よりも先に索敵してマウントを取るためにね。そろそろ本格的に嫌われそう。大和魂を持つヘリが現代空母と索敵速度で負けるわけにはいきませんね。このヘリのどこに大和魂が乗ってるの？私はこの世の万物に大和魂が宿ってると解釈しておりますので。オカルト式大和魂。鉄艦を発見しましたね。この試合の1キル目は私がもらった。もしかしてヘリだけで一隻撃沈できると思ってる？前輩は対空が強いのでヘリがやられそうでしたね。艦艇操作に移行して突撃します。なおヘリ操作してる間に味方は前進済み。全く協調性のない人たちですね。皆さんあなたよりは何倍もまともな人ですけど。接敵まで時間がかかるのでカット。広くて障害物が多くて接敵まで時間かかるしな。間に遮蔽物はあるけど一応接敵しました。魚雷以外は攻撃できる状態だな。おそらく鉄艦は遮蔽物ありで油断してると思いますが容赦せず攻撃。ブレランは特に山なりに発射されるから当たりやすいな。特に私の場合肩が強いので山なり攻撃がよく当たります。肩の強さ関係ねえだろ。移動速度が速くて火力の高いアンチャールはこのマップでかなり強いですね。皆の衆下がって良いぞ。あとは私が一人でやっておくから。コラボ相手を皆の衆っていうな。鉄艦が遮蔽物から出てきて姿を現しましたね。鉄艦はベリーキーのようです。鉄艦の名前はさっきから見えてただろ。味方爆撃機の援護もあって一気に体力削れましたね。ほとんど爆撃機が体力削った感じだな。一応キル判定だけは私がもらいましたけどね。全体組んでても普段とやってること変わらない。次の鉄艦は連敗。こちらもまだ遮蔽物の奥にいますので使える攻撃手段が限られます。こういう高低差のある遮蔽物の多いのがこのマップの特徴だな。さすがに一度撤退しましたね。あの状況で勝てないと悟ったんだろうな。どんな状況でも私に勝てるやつなんているわけがないでしょ。お前の場合動画外だけならまだしも動画内でも普通に負けてるからね。私が負けてる試合の相手は全員チーターですのでノーカウントです。開示の反響より立ちが悪い。移動速度の速さを生かして鉄艦に再接近しました。今すぐこの領海から出ていかないと撃沈するぞ。重くと攻撃しながら言うことじゃない。ということで連敗撃沈。完全に火力任せのゴリ押し戦術。それが通用するのがこの船だね。私みたいな脳筋タイプの人にはおすすめです。お前ほどの脳筋はなかなかいない。その後コラボ相手の皆さんが2隻とも撃沈して無事勝利。どうだったでしょう今回のコラボ企画。コラボ相手の皆様に感謝だぜ。それぞれのチャンネルは概要欄に貼っておくのでよかったらチェックしてください。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。